国立感染症研究所によりますと9月29日までの1週間に全国およそ500カ所の医療機関から報告されたマイコプラズマ肺炎の患者数は5週連続で増加して1医療機関あたり1.64人でした。1999年に統計を始めて以来過去最多となりますママイコプラズマ肺炎は 飛沫感染などで広がり発熱や倦怠感、長引く咳などの症状が見られ重症化するケースもあります。